いよ,いよ来週は、テレ東経済ウィーク。人気アニメ、鬼滅の刃の制作会社、u o テーブルと社長の近藤光被告が法人税など合わせておよそ1億3800万円を脱税した罪に問われた裁判で、東京地裁は u o テーブルに罰金3000万円、近藤被告に懲役1年8か月、 執行猶予3年の判決を言い渡しましまた判決で東京地裁は会計を担当していた妻が帳簿の改ざんに消極的な姿勢を示していたのに必要に指示をするなど脱税の意図は強かった将来に対する不安感などを踏まえても経緯や動機に組むべき事情があったとは言えず経営者として強い非難を免れないと指摘しました。